せーの、こんにちは、メイリンです。ハナドゥセ、お、ハナドゥセ、お、指差しは嬉しがってるハート作って。みゆ、続いてはガウン。続いてはセリナ。続いてはツヘ。続いてはナゴミ。続いてはマシロ。最後はイエソ。改めてメイリンの皆様です。皆様大きな拍手をお願いいたします。それではまずグループのご紹介をお願いします。はい、挨拶します。せーの、こんにちは、メイリンです。ありがとうございます。ではお一人ずつ自己紹介もお願いします。まずはみゆさんからお願いします。はい、こんにちは、メイリンのみゆです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてセリナさん、お願いします。こんにちは、メイリンのセリナです。ありがとうございます。では続いてナゴミさん、お願いします。こんにちは、メイリンのナゴミです。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続いてイエソさん、お願いします。こんにちは、メイリンのイエソです。よろしくお願いします。ありがとうございます。マシロさん、お願いします。こんにちは、メイリンのマシロです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてスヘさん、お願いします。こんにちは、私はメイリンのスヘです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてガンさん、お願いします。こんにちは、私はメイリンのガンです。ありがとうございます。それでは、まず日本デビューして初のお披露目となりますが、感想はいかがでしょうか。まず真城さん、お願いします。はい、はい、私たちがメイリンとしてデビューして、こうやってすぐ日本で記者会見という形で、はい、たくさんのメディアの方々に集まっていただいて、またそれを同時に生配信までさせていただけて本当に光栄ですし、今日一日短い時間ですけれども、私たちメイリンの魅力をもっと知っていただけるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。では続いてなごみさん、いかがでしょうか。はい、デビューしてこんなすぐに皆さんにご挨拶できる場をいただけて本当に嬉しいですし、すごく私も楽しみにしていたので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、続いてガンさん、お願いします。네, 오늘 이렇게 저희가 한국 아니고 일본에서 이렇게 기자 회견을 하게 되어서 정말 너무 영광이고 앞으로도 너무 잘 부탁드립니다。今日こうして韓国ではない日本で記者会見を行うことができてとっても光栄です。今日はよろしくお願いします。
一番〇〇なのは誰のコーナーを行います。こちらのコーナーはお題に対して各メンバーが該当するメンバーを1人選んで指差ししていただきます。せっかく生配信で多くの方がご視聴いただいておりますので、まだまだメンバーのことを知らない方も多くいらっしゃると思いますので、このコーナーで日本全世界にメイディンのことをもっと知って、もっともっと好きになっていただければと思います。それでは初めのお題です。メンバーの皆さんの中で一番ビビリなのは誰ですか？これはもう浮かびますか？もう頭に。決まりました、はい、大丈夫ですか？それでは花ドゥセで、指差しをお願いします。いきます。花ドゥセ。お、指差しはあれ2人に分かれるのかな。真白さんにあげているのは1、2、3名、あと自分もってことですかね。真白さんも自分自身がビビリかなって、はい、そして他は、セリナさんに 3名ぐらいですかね、はい、じゃあ半々ぐらいになるのかな、はい、なんですけど2人です、ね、2人か、2人になるかですけど、じゃあまずじゃあ真白さんなんでこうビビリだなって思うんですか、みえさん。練習室とかで、なんでしょう、虫とかが出ると、いつもキャー虫苦手って言われるので、はい、すぐ呼ばれます。ちょっとメンバーたちこれ捕まえてあそこあそこって言って、私は絶対に捕まえないんですけど逆にこう捕まえれるよみたいな人がいるんですか、たくましい方が。ガウンちゃんが捕まえてくれて、じゃあ助け合いながら、はい、いいですね。じゃあなごみさんはどなたに。私はセリナちゃんなんですけど、どうですかビビリエピソード。よくちょっと怖めの動画とか流れてきたときに共有したいじゃないですか、うん、はい、なんですけどセリナちゃんに見せようとするとすぐに目隠して絶対やだって思って。じゃあホラー系が苦手。そうなんですね、怖がりなんですかね。じゃあ虫が苦手と、そしてホラー系が苦手、はい、マシルちゃんは怖いのも苦手。あ、怖いのも苦手、はい、うんうんってうなずいてました、はい、怖いのも苦手。怖いのも苦手、はい、じゃあビビリメンバーはマシルさん、はい、そしてセリナさんになるんですかね。はい、では続いてのお題いきたいと思います。続いてのお題です。グループ名のファンの愛で作られたグループ We Made in You という意味を込めて Made in と名付けられたことにちなんで、メンバーの皆さんの中で一番愛されキャラなのは誰ですか。おー、さっと浮かびましたかね、はい、愛されキャラ、愛されキャラ、では行きたいと思います。ハナ・ドゥ・セ。お？お？結構ばらけてる、悩んでますね、スエンさんは悩んでますが、一番多いの誰ですかね、誰ですか。ミユ・イエソー、ワスちゃんで、ナゴミ、ガンとナゴミ、私はナゴミとかに、うん、あれガウンさんとナゴミさんが多いのかな、はい、そうだと思います。お、じゃあイエスさんはどなたを選んだんですかね。あれ、私はなごみちゃんとかおんちゃん、はい、2人と、うん、あ、2人を選んで、はい、愛されキャラだなって思う時ってありますか、お二人に。多分、うん、なごみちゃんが、うん、マンネ、マンネ、あ、末っ子、はい、末っ子から可愛いと、可愛い、確かに。かおんちゃんはなんか성격이굉장히발랄해서귀여운캐릭터인것같아요。性格がとってもはつらつなので可愛いキャラだなって思います。確かにベビーフェイスでもあるから、すごいなんか愛されそうな感じですよね。恥ずかしい。恥ずかしい。セリナさんが挙げたのはどなたでしたっけ。私もなごみちゃんとガウンちゃんで挙げました。二人に大人気。どうですか、愛されキャラだなって思う瞬間っていうのは。なごみちゃんはすごい、うん、本当にマンネらしく、うん、末っ子らしく、うん、なんかお姉さんたちにこうかまってかまってってする感じとかもすごい可愛らしくて、でガウンちゃんもすごいいつもお姉さんたちにこうくっついたりとかいつもくっついてきてくれたりするのが、いや、愛おしいなっていうか可愛いなって思います、うん、そう言われてガウンちゃんはどうですか。
やっぱり末子がもっと可愛いじゃないと思うんですけど、もう、うんうん、じゃあどうですか、孫みんな好き、大好きです、大好き大好きいただきましたけど、みんなからね愛されるマンネということで、どうですか、みんなにあのお姉ちゃんたちがたくさんいると思うんですけど、面倒見てもらってますか。そうですね、なんかたくさん教えてくださることも多いし、なんかいっぱい私に結構気を使ってくれるというか、たくさん構ってくれるのがすごく楽しくて嬉しいので、うん、私も構ってほしいなって思っちゃうのが、うん、ちょっとそういうことなのかなって思います、うん、では、続いての質問に移りたいと思います。最後の質問になります。メンバーの皆さんの中で一番おしゃれなのは誰ですか。おしゃれ、お洋服どうですかね。きっとね皆さんおしゃれだと思うんですけど、では、行きたいと思います。ハナ・ドゥ・セ。セリナさんにあげてるのが、あ、ナゴミちゃんとガウンさんで、そしてスエさんにあげてるのが、スエさんがマシロさんで、マシロさんが、私はガウン、ガウンじゃん、はい、結構バラバラで、ミューズさんは、あ、私自分ですあ、自分です。あ、じゃあ自分の理由とかも教えてもらおうかなどうですか。私は練習、はい、練習するときはちょっとあの、うん、ダサい格好で行ってるんですけどどこかにお出かけとかなったときには本当にさっと変わるので、うんうん、おしゃれじゃないかなと思うんですけど、どうですか。どうですか皆さん、おしゃれ。おお、普段着がちょっと練習着なので、じゃあ普段着とそのおしゃれにするぞって時の気合の入り方が、やっぱオンオフが私が一番しっかりしてるんじゃないかなと思います。はい、これからちょっと期待してみます。期待してみます。練習は抜いてくださいね。マシロさん的にはあの、はい、いつも気合入ってるのはガウンちゃんになるんですかね。なんですかね、服とか着る時のバランスをすごい上手に組み合わせるなって思います、はい、色とかも結構たくさん使いますし、すごい嬉しがってハート作って嬉しがっておりますが、他誰でしたかね。スヘさんが当てたのはマシロさんですね。どうですか、おしゃれさん、マシロさんは。아실로언니가입는옷들이뭔가제취향인옷들이많아가지고골라봤습니다シロ鬼、シロ姉さんが着ている服が私の好みにめちゃくちゃハマるんですねどういう系統なんですか、マシロさんの服装では。シスル、綺麗な感じ、綺麗め、あ、綺麗めな大人な感じのお衣装を着ているということで、ということでメンバー一人一人の一番丸々なのは誰ということで、いろいろ伺ってまいりましたが、本当にありがとうございます。ありがとうございます。以上で一番丸々なのは誰を終了いたします。